療機関、歯医者さんがやってるホワイトニングっていうのは歯の中に入り込んでる着色をバーンと分解していってくれるで。お口開けてください。口元美容香りです。じゃあみんな歯白く綺麗になったら嬉しいなと思えへん？思う人思うよね。せやね、ホワイトニングってめちゃくちゃ気分上がるし、いい感じに清潔感も出て素敵に見えるようになる、若々しく見えるようになんねんけど、心配してる人結構おったりすんねん。歯悪くなる、脆くなるんちゃうのって。でも安心して、そんなに昔のホワイトニングと違って歯をそこまで痛めつけるっていうようなことはなくなってきてるよ。むしろ歯をツルツルに綺麗にしてくれたりするホワイトニングもあったりすんねんで。ホワイトニングはサロンさんとかで最近はやってたりすんねんけど、あれは医療機関じゃないから薬剤とかは使われへんもんがあったりすんのよ。から歯についた着色とかを分解して取ってくれるのがサロンさんがやってるホワイトニング。でも医療機関、歯医者さんがやってるホワイトニングっていうのは歯の中に入り込んでる着色をバーンと分解していってくれるで。なので中から綺麗に白く輝くことができるわけ。これどういうことかって言ったら、過酸化水素水とか過酸化尿素みたいなものを使うねんな。これが歯医者さんとかでしか使われへん薬やねんけど、これを使うことで歯ってな、全部硬い無機質で硬いと思ってるかもしれへんけど、ちょっとだけ有機質、タンパク質みたいなのが入ってんのよ。それが変色してどんどん汚い色に見えてくるから、それを溶かし出してあげるっていうことをしてんのよね。しかも歯の中に入ってる着色とかも、実はうちが使ってる分割ポリリンとかを使えば、着色っていうものを細かい粒子にしてばらけることで濃い色ではないように見えてくるよね。こういう風に分解してくれるっていう方法で歯の色っていうのを白く見せていったりとか、そうなると光の乱反射とかもあって、どんどん歯が白く綺麗に見えるようになっていくわけよ。歯を強化するものとかが最近は使われてたり、もちろんフッ素を使ってやるホワイトニングとかもあったりもするから、そういうものを使いながらとか、自分の歯の質に合わせてちゃんと相談して、どんな風にやるのがいいかしらって歯医者さんに聞いて、安全に行う方法を選んでもらってな。家でやる、自分でやるホームホワイトニングなんていう方法もええねんけど、やっぱやっぱり使う薬が全然違うから、一回歯医者さんで真っ白にしてもらった後、パックのように汚れがつかないように使っていくのが一番白さをキープするポイントかもしれへんわ。ぜひぜひ自分に合った方法、歯医者さんに相談してください。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。